玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字漢字部ですね、2月号のひらがな自由課題、こちらをですね、書きながら説明をしていきます。はい、今回はですね、こちらひらがな、こちらをですね、書いていきます。はい、筆のですね、穂先が書くのどこを通るかをですね、意識して書いていくといいと思います。はい、そしてですね、曲がるところ、このね、曲がるところは緩急をつけてね、早く遅く、曲がるところはゆっくりとですね、運筆をしてですね、行くようにするといいですね。はい、で、日はここね、止めてから折り返すようにしてですね、で、ここを膨らんでいきますね。で、中心よりも左で、ここで筆を止めるようにしてから、こう、右上にですね、払い上げるようにして書いていきます。はい。だね、この流れ、ね、ここを止めてから右上がり、で、ここね、山になるところ、この曲がるところで、筆の穂先が中方、角の中心を取るようになるので、細くなってからここを、で、穂先はこっちに行くですね。そんな動きですね。はい。かもそうですね。ここ、右上がりに行きますが、カーブするとこう、角の中心を取るので、細くなって、そしてここ、筆圧が加わってから上に跳ね上げるという書き方になります。はい。ここね。太くなって、ここで、ちょっと裏筆に、のようになるんですけれども、裏筆になってないんですよね。で、ここをゆっくりと、ね、運筆をします。このカーブもこのカーブもこのカーブもゆっくり運筆をしましょう。で、点もですね、はい、始筆、送筆、終筆の動き1、2、3っていうね、この動きを意識して書いていきましょう。それではですね、早速書きながら説明をします。はい、日です。はい、右上がりに押さえて、そして膨らまして、ここで右上がりに払い上がり、跳ね上げて、そしてこう押せる。はい、次はラ。点ですね。1、2、3、こう左下に、そしてここで斜め押さえて、そう書くようにして、ここで筆圧を加えるような感じの動きです。はい、がに上がって、こう右上に左、そう跳ね上げてから左下にで押さえて払って、この右上がりの延長線上にこう点が、あまり長くしないですね。で、この点1、2、3、1、2ですね。はい、次なです。はい、右上がり中心線のところまで、そしてこっち左下、でこれ押さえ放って、こう2、3と、ここでこう、はい、そして下に太くします。で、はい、このようにして書いていきます。はい、ひらがな、この曲がるところね、はい、曲がるところのね、書き方気をつけて書くようにしてください。はい、穂先が角のどこを通るかを意識して書くといいですね。はい、今日は以上です。